はい、ラリーの、ベースノットの作り方といいますか、どのようにしてるかをちょっといきたいと思います。ここ SS1 と SS11、SS16、1キロの、コースです。まずドライバーが、自分の数字を読んで、それをコドライバーが書き写すという形になります。それではスタートします。はい、スタート、ストレート。左7、はい、すぐ右に、非常に狭いです。左4、左3ですね。第3、ギャップあります。右6、ギャップの中、左6、はい、右6、すぐ左5、右6、ストレート。ストレートでは距離を測って、書き写します。ストレート300、400ですね。フィニッシュ、先道が荒れてます。はい、こんな形で、まず1周目、ドライバーが言ったのをコドライバーが確認して、2周目は、今度コドライバーが読んでいただくようになります。